平南四郡と義援宝中という了承を得た。さらに画領諸葛亮と並び称される宝数宝刀を幕下に迎える。一方孫権は赤壁の援助の代償として慶州の城都を劉備に迫る。諸葛亮は慶州はいずれ渡すとのみ答え、明確な返答を避けた。激怒した孫権だが、今日の出の勢いの劉備とは争えぬと判断。妹の孫昌公を劉備に嫁がせ、関係改善を図った。そんな折、劉備のもとに益州の劉将から救援要請が届く。漢中を制した曹操を恐れ、同族の劉備を頼ってきたのである。諸葛亮と宝刀は救援にかこつけて劉将を攻めるよう進言した。天下の西を占める益州、すなわち破食の地、ここを劉備が取れば曹操、孫権、劉備で天下は三分される。これぞ陣の世へと続く秘策、諸葛亮の天下三分の計である。だが宝刀らと救援に向かった劉備は劉将を攻めなかった。益州の落城を前に動かなかった。その心に抱く陣の志ゆえに、やれやれ、どうしても生徒を責めるのはダメかね。劉将殿を裏切ることはできぬ。益州の民も劉備殿に上に立ってもらいたいと。くどい、軍は動かさぬ、これは命令だ。すまないが、ちょっくらあっしに付き合ってもらうよ。任せい、敵倒す。楽城は守るに安く、攻めるに固い要衝。敵も我らの敵意を察し待ち構えているはず。こっちには甲冑殿と義援殿がいるからね。お二人さんの活躍があればきっと勝てるよ。宝刀殿は義援を援護してやってくれ。わしは劉邦殿と共に北から楽城を目指そう。危ないよ。やる気があるのはいいだがね、義援殿を失ったらこの戦の価値はないよ。焦れば敵の策にはまっちまうよ。
大したことない。劉備殿の天下を見るまでは死にゃしないさ。コーチ殿は敵を奇襲できる位置にいます。いかがなさいますか。いや、コーチ殿の奇襲を確実に成功させるには悪城の前の敵を突きつけておかないとね。しかし敵の数は予想以上だ。あいつらだけで相手をするのは心細いかね。諸葛亮様より伝令、趙雲様を援軍に差し向けたとのこと。なら川辺の敵を倒して援軍を迎えようか。しかし若頭領は何でも見通しだね。よっこらしょ。来てくれて大助かりか。諸葛亮もあしと同じ考えだってことかね。炎が天下を得るのは避けて通れぬ戦、これが罪ならば我らも罪を負うのは。こんなに言うのなら安心したよ。じゃあ敵を引きつけるために頑張ろうか。城外の敵は全滅。城内から逃げ出そうとする敵がいるようです。ホート、なんということを。ありがとう。これは劉備殿、聞こえるだろう、駅州の民の喜ぶ声が。これほどの民がこの私を待っていたというか。さあ行ってやるといい。よかったな、これで。この怪我は、どうやらわしは早々に退場のようだ。あとは諸葛亮任せたよ。